大谷翔平の通訳が明かす、日本とアメリカでの違いに驚愕。こんにちは、皆さん。今回は、MLB の大谷翔平選手の通訳である水原一平さんが明かす、日本とアメリカで、の違いについてお伝えします。まず、水原さんは、大谷選手を通訳する前は、日本のある企業で働いていたそうです。そこで、英語に磨きをかけ、アメリカで、通訳としての仕事に就くことができたそうです。さて、そんな水原さんが、MLB の大谷翔平選手について語った内容は、驚くべきもの、でした。日本とアメリカでの野球観には、大きな違いがあるんです。日本では、一球一球に、注目が集まりますが、アメリカでは、結果が出るまでが重要しさ。出ます。と、水原さんは語ります。また、大谷選手自身も、二刀流という異例のプレースタイルをやってのける上に、オールスターゲームでのホームランダービーにも選ばれるなど、アメリカでも話題の人物になりました。日本では、そんなに驚かれませんでしたが、アメリカでは、二刀流という、プレースタイルが珍しいこともあり、注目されました。と、水原さんは言います。そして、驚愕の結末がここに、大谷選手は、通訳をしなくても、十分に英語を話せるようになりました。最近では、私がついて行っても、一人でコミュニケーションをとっていますと、水原さんは語ります。大谷選手のトレーニングや成長、そして、水原さんの通訳の仕事についても語られました。が、やはり最も驚愕したのは、大谷選手が、通訳を必要としないほどの英語力を身につけたということでした。今後の MLB での活躍もますます期待される大谷翔平選手。その背後には水原一平さんのような人々が大きく寄与していることもわかりました。ぜひ、今後も目が離せないジャイアンツファンは、両者の活躍に注目したいと思います。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。